はい、シムスのゲームチャンネルへようこそ。今日もこのポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックスをやっていきたいと思います。今回で6回目ですね、ナンバリングとしてはになります。それでは早速やっていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。ではスタート。前回の起きたところからですね、まあ、毎回ここからなんですけどもやっていきたいと思います。今日はどんな依頼があるでしょうか。依頼がなければ街の様子でも見ていきたいと思います。おはようからから。誰でしょう。ここかい。お助け隊ってチームがあるところは。あ、この間のゲンガーですね。何もねえぜ、ここ。タップ系なところだね。あんまり印象が良くないですね。けっ、こんなところで救助隊やるなんて信じらんねえぜ。なんだ君たちは。あ、あんなとこにポストが。ほんとだ、中見ちゃおうぜ。おいおいおい、勝手にやるんじゃないよ。カラカラでなくても怒っちゃいますね。お、救助の依頼が入ってる。おいおい、勝手に持っていくんじゃないよ。これは美味しいわね。みんないただくことにするか。おい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 。悪者ぶってるのもいい加減にしなさいよだよね。ちょっと。これは僕たちのものだぞ。横取りしないでよ。まったくだ。いつの間にかポストか、はがきがなくなっています。け、誰がやったって解決すりゃいいじゃねえか。私たちも救助隊なのよ。うわ、うさんくさい救助隊だな。本当かな。といつつ本当は悪いことしかしてない、ね。自分たちで言ってるのはしょうがないよね。ほら、救助隊って建前があった方が何かとごまかしが効くだろ。ええー、世界征服って。どんな。カラカラも驚く。そこで驚いてちゃどうしようもないでしょ。金を稼いで仲間も集めてるのよ。世界を我が物にするためにな。小物っぽい感じが。必要で悪の救助隊一割ずつとは俺たちのことだ。なんて情けない名前だ。じゃ、またな。けけ。ちょっと待って。行っちゃった。なんてやつだ。ああ、やっぱり空っぽだ。全部持って帰っちゃったよ。パサッパサッ。っていうことはペリッパーですかね。お、新しいのが来たようです。ナイスタイミング。よかった。ペリッパーが新しい手紙を持ってきてくれたよ。これで救助できるね。こんなんでいいのかな。しかし挨拶、今度会ったら承知しないぞ。まったくです。あ、とりあえずポストを見ましょう。プクリン玉で仲間を増やそう。プリン玉を使えばダンジョンの中でも救助隊キャンプを作ることができるぞ。今回は特別にプクリン玉を一つプレゼント。プクリン玉とたくさんのお金を持ってダンジョンに行き、弟子との中にしたいポケモンが冒険を共にしてくれたら、プクリン玉でキャンプを作り、そのポケモンを仲間にしよう。お金か。どんぐらい使うんだろうな。なんと、手紙にはプクリン玉が封入されていた。プクリン玉をもらった。ポケモンニュースナンバー5、技を使おう。
A を押せば敵に向かって技で攻撃できるぞ。また Z と A を押しながら ABXY で使い手技を選んで攻撃することもできる。使いすぎには注意して技を使おう、ね、PP 技の回数制限が結構厳しいんですよね。さあ依頼の内容です。流行りのメガネを届けて鋼山。メッセージとしてあプラスですね、この間のかな。流行りのメガネどこかでなくしちゃったんです。お願いします、私に分けて。ん、流行りのメガネを探す鋼山の4階までなんですね。じゃあこれを行ってみましょう。ポストが空っぽになりました。携帯依頼鋼山ですね。ではこれを行きたいと思います。では早速行きましょう。レッツゴー。鋼山、このメンバーですね。出発。目的地は4階なのでそんなに前回と同様厳しくはないはずです。レベルが誰か上がりましたね。カラカラが上がった。やった、レベルが上がったよ。階段がありました。もうさっさと行きましょう。2階。お金お金。さあどっち行こうかな。上かな。違った。左は通路の気がするな。ただの助けたいとの戦いの中友情が芽生えた。はい、助けたいと冒険を共にするようになった。よし仲間。ここで道具、プクリン玉を使ってみましょう。いくらかかるのかな。説明を聞いてみましょう。そうだね、サポートしてますもんね、プクリンさん。救助隊キャンプを作ること。キャンプを作れば救助隊仲間もそこからすぐに出動できるから、ダンジョンに行くときその仲間もいつでもメンバーに加えることができるよ。キャンプは森や水辺のポケモンに合わせていろんな場所があるよ。なのでこれからは仲間にしたいポケモンに合わせてキャンプを作ってね。そっか、ホイホイと作るわけにもいかないのかな。とりあえず作ってみましょう。ポケモンリストがかな。あーなるほど。こいつはバルキー。修行の山キャンプ。あーなるほどね、ポケモンに合わせてキャンプリストが出てくるわけですね。700か。まあこれ作ってみましょう。たーはいいですね。他はいいです。なるほど、これがプクリン玉の効果ですね。
その場で作れるっていうのは、うん、仲間にできたいポケモンが現れた時にはいいかもしれないですね。さて、そうすると右かな？ここじゃない。もっと右かな？通路だ。下。ここにも部屋があるはずなんだけど、敵だ。うぐん。OK。お。ちょうど修行の山キャンプができたので、ここで。じゃあ行きましょう。あれ？これもしかして右上だったやつかな？あー、そうだ、右上だ。はい、さあ目的地です。流行りメガネ、流行りのメガネか。さあどこに、ああそうか、星のマークか。右上の方ですね。あれ？結構入り組んでる感じがするけど大丈夫かな？うん、これでいいのか。あ、これだ。これかな？これですね。すごいメガネだな。やり達成。この先にまだ何かありそうですが、すぐにダンジョンから脱出しますか？はい、脱出します。本当に脱出してもよろしいですか？しつこいな。なんかあるのかな？アイテムかな？まあいいや、脱出しましょう。鋼山の偉大を見事に成功させました。やったね。バルキーが仲間になりたがっている。待機することはできるようだ。修行の山キャンプ作りましたもんね。はい、仲間にします。ニックネームはつけません。アサナンも仲間になりたがっていますね。じゃあもう修行の山キャンプに待機することができるようです。なので仲間にします。ニックネームはつけません。今後ともよろしくね。二人とも、ハエのメガネを取ってきてくれてありがとう。ということでプラスの依頼を達成することができました。神々だな。これはお礼です。世界一金のリボン、なんだろう。救助ポイントが5000。
150アップした。まだルーキーランクですね、多分。150。今日はよく頑張ったね。ひとまず帰って休もうね。じゃあ、また明日。また明日。また、いつものパターンですね。次の朝。悪い夢は見てないようです。まあなんか、毎回毎回同じような動画になってしまいましたけど、同じような感じになってしまってますけども、すいません、ちょっとね、やろうとしてることをやろうとするとまた変な動画になってしまいそうなので、こんなところで許してください。では、今回も最後まで見てくれてありがとうございました。また見てくださいね。それじゃ、バイバーイ。